デボでーす。今日はもう忙しい中ね、シーさん来てもらったんですけども、ね、そんな忙しくないですけど。そんなことないですよ、すごい忙しい。で、いろんな現場行ってるじゃないですか。やりにくかった現場とか、これね、多分ね、皆さんすごい聞きたいと思うんですよ。営業多いでしょ。営業やっぱいろんなとこ行くと環境がやっぱいろいろあって、あとお客様のね、ご要望があったりするんですけど、向こうも初めてマジシャン呼ぶとかね、あるからさ、わかんないのはしょうがないけど、ある程度はどんなとこでも対応できるようにはしてますけど、すごいでしょ。ただね、一回ね、ちょっとこれ難しいと思ったのが、何どこどこある、あれはデパートで、なんかビップなその会員のお客様ですよ、なんだろう、お得意様を集めたそのデパートのイベントで、本当その日あの全部閉めて夜パーティーをするみたいな、でそこに出演させてもらって、ビップだけなの。でもセレブな人たちがこう優雅にこう会場をこう歩き回ってる中の、私はマジックショーということで一角借りてやったんですけど、そこでお客さんを立ち止まらせてはいけない、そしてわーとか盛り上げてもいけないっていう、マジックショーでしょ。そうだって立ち止まらなきゃ見れないじゃん。そうなんです。で、まあ始まったわけです。で、ちゃんと音響とかもあるんですよ。でもやっぱお客さんが止まってわーってなった瞬間にちょっと怖い人が来て、ちょっと静かにしてくださいって言われて、みたいな、あ、すいませんみたいな。で、どんどんボリュームもちっちゃくなっていって、で、なんかマジックも最初2、30分だったはずが15分、5分みたいな感じになって、そう、で、聞いたんですよ、その、え、じゃあ前回はどんなパフォーマンス来たんですかって聞いたら、オーケストラが来た。だからオーケストラの演奏だと、こう散歩っていうのを帰る状態をこうやって、音楽流れてとかっていろんなとこ回るけど、いや、マジでこれきついだろうという。だって見なきゃいけないんだからね、聞くだけじゃない。あとは私結構トークネタが多いから、お客さんになんかトランプ引いてもらうとか、その人たちを返さなきゃいけないんですよ。次に、あの、歩いてくださいって。そうすると、もう見てる人途中からよくわかんなくなっちゃう。引いてもらった人もそう、バーって行っちゃってみたいな。ひどいね。それが一番やりにくかった。やりにくいっていうかさ、もうさ、マジシャンいるって話だよね。そう、だから、え、なんでマジシャン呼んだんですかって、その時はちょっと思った。なるほどね。まあ、今となっては楽しい思い出。思い出ね。まあ、いい人たちもいたからね。もう一個ぐらいなんかありますか、やりにくいの。もう一個いっぱいあるんですけど、あとは、あの、ちょっと多分特殊な場所としては、あのプロレスリングの上。プロレス戦ったの？戦いました。そうですね。いや、プロレスリング皆さんわかります？360度。四角いじゃん。うん、四角いジャングルとかやるの。で、それはいいとして。あ、四角いのはいいの？ちょっと待って。四角いのはいいの？四角いのはいいとして。えらいな。あの、登ったことある人いますか？リング。登った、登った。あ、ありますか？あれ、すごいバネ感する。そう、ビョン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 になっちゃう。だから、自分が動くと、セットしてる道具も、こうなるんです。だから全部セットした仕込みがばらけてやりにくい。で、たまたまその時にちょっと特殊なイベントだったんですけど、あの耳が聞こえないお客様たちのプロレス団体でだから、そういうところでやった。だからそういう人たちにも伝わるもの、ビジュアルじゃないかね。っていうのもあって、でさらに慣れてないところでもあって、だから結構いろんな勉強にはなる。でもね、一番困ったのがその時に、あのよくプロレスの選手が登場するとき、なんかこのリングがなんていうロープ、誰かがこう開けてくれる、あ、こうやってね、そう、はいはいはい、でそこをこうくぐって入るんですけど、はいはいはい、それリハーサルでちゃんと段取りして、うん、男のスタッフさんがこう開けてくれるって言ったら本番いなかったんですよ。私すごいかっこよくもうなんかマジ試合出るみたいな感じで、あれきつくなった、結構硬いんですよ。硬いよね、ネタ持ちながらなんかすごい大変な、うん、いろんなとこでやってる、うん、日本全国行ってっからね、まあ、いろいろありますね。なんか穴が開いてるステージでそこから落ちたりとか、あとはあのプール、室内プールの、プール、ね、あのマジックショーで、そう、もう湿気すごくてトランプがぐにゃぐにゃになったまま水着相手に見せるみたいな、うん、そう、あれだ、30秒経ったらもうぐにゃぐにゃだよね、うん、湿気が多かったりとか、なので結構いろんなところでやらせてもらってて、まあどこでもね、いろんな経験をさせてもらって、はい、まあ、楽しい、うん、こう思
い出が増えているっていう、ね、思い出だけじゃないから、まあ、でもこれからもいろんなとこね、はい、いいですよね。逆に行きたいですね、ちょっとここでは無理だろうっていうところにも行きたいので。じゃ水族館の中の水中でマジックって水中は何なんですかね。何なんですかね。それはないと思います。ないと思いますね。わかりました。ぜひどこでもいいですからね、うん、オファーをください。よろしくお願いします。